おととい夜日本のイカ釣り漁船が日本海の工漁場を大和台で操業していたところ韓国の警備官から操業をやめて海域を移るよう要求されました大和台では北朝鮮漁船の違法操業が問題となっていますが今回は韓国からの不当な要求能登町の漁業関係者に話を聞きましたおととい夜 北海道のイカ釣り漁船が日本海の大和隊で操業していたところ韓国海洋警察庁の警備官から操業をやめ海域を移るよう無線で要求されましたこれを受け第9管区海上保安本部は日本の漁船が操業できる海域のため要求は受け入れられないと韓国の警備官に無線で伝えまた日本の漁船に近づいていたため巡視船が間に入って保護しました 大和台では北朝鮮漁船の違法操業が問題となっていますが今度は韓国からの不当な要求全国有数のイカの漁獲量を誇る能登町の県漁協小木支所に話を聞きました小木船団は今大和台で操業していますわが国の EZ 内で操業しているとこれは間違いありませんそれに対して韓国から非常にそういう一方的なことを言われて非常に心外な思いを持っています ただでさえ狭い漁場であの少ない硬化を求めているのにそれ以上のことをされて本当に漁師としてもしし死活問題です。生産者の方からは非常にあの向こうの方にも強行申し入れした結果向こうは、ままあ、あの今後こういうことのないようにということで答えがあったというふうには聞いてます。